丹波ナチュラルスクールは、京都府府内郡京丹波町にある、フリースクールである。家庭内暴力、校内暴力、引きこもりなどを起こしている青少年を、自然に触れ合う環境で住まわせることによって、構成させることを目的としていると歌っていた。入所料は、約200万円から300万円、月々の月謝は10万円から20万円である。2008年8月、 経営者の男性と責任者の女性が入所していた14歳の女子中学生に対して暴行し17日間の怪我を負わせる事件が発生した。少女は同じく入所していた20歳の女性ら3人と脱走し24時間営業のスーパーに逃げ込んで保護された。同年9月9日、経営者と責任者の2人は傷害容疑で逮捕された。 丹波ナチュラルスクールでは保護された者以外の入所者に対しても監禁や暴行を行っていた。まず、入所が決まった入所者に対して事前の連絡をせず寝込みを襲って行き先や目的を言わずに施設まで移送し到着した直後に暴行を加えていたことも判明。府警は僕容疑者が暴力による恐怖感を最初に植え付け入所者をコントロールしていたとみている。 施設側は連れ去り、方法などについて事前に保護者から了解を得たとしているが、こんなひどいとは思わなかったと話す親もいるという。この拉致とも言える方法を考えたのは経営者であった。期限切れの弁当を食べさせられたり、日常的に暴力を振るわれたりしていたという情報もある。期限切れの弁当は、 経営者の親族が経営するコンビニから仕入れていた。経営者たちは、賞味期限切れを示すシールなどを外した上で、入所者に与えていた。さらに、警察の家宅捜索により、木刀や手錠が押収された。体調不良を訴えても病院に行くことを許されなかった。冬に、木に、裸でくくられて、水をかけられた子も板などの虐待が行われていた。 高額の入所費や月謝にもかかわらず、食事は、朝食抜きで昼食と夕食は、コンビニ弁当、カップラーメンなどの簡単なものしかなかった。また、京都府の児童相談所が以前、虐待についての立ち入り調査を行った際、スクール側が子供らに口止めしていたことも京都府警の捜査で判明した。昼間は、畑仕事や内職作業を強制させられ、 夜は、外側から、鍵のかかったプレハブで、軟禁状態であった。食事は5分以内、トイレや、入浴の回数も制限されるなど、同スクールの運営は、監獄さながらだった。他にも、トツカヨットスクールのようになると話して入所者に、恐怖心を与えていたことも、明らかになっている。ありがとうございます。